皆さん、こんにちは。いつも動画の視聴ありがとうございます。岸田内閣の支持率の低下が止まりません。週末に行われた報道各社の世論調査の結果は、のきなみ20%台で過去最低を更新しました。こうした中、自民党の5つの派閥に対して、過小申告の疑いで、 東京地検特捜部が任意で事情を聞いていることが明らかになるなど、新たに3つの逆風が吹き荒れています。週末に行われた報道各社の世論調査で内閣支持率が軒並み危険水域とも言われる20%台となった岸田政権。いずれの調査でも政権発足以来、過去最低を更新しました。こうした中、審議入りしたのは、 経済対策の財源の裏付けとなる政府の補正予算案です。経済対策に盛り込まれた所得税などの減税について、岸田総理は国民から見れば、新型コロナウイルス。災いの際に収めた税金が戻ってくる。還元そのものと減税の意義を強調しました。ただ国民に還元されてもいいはずの経済対策は、 かえって支持率下落に拍車をかけました。国民の皆さんに伝わっていないしたがってこれが今度は心に響かない鈴木財務大臣。支持率低迷の中で、さらなる逆風となるかと懸念されているのが、総価学会池田大作名誉会長の死去です。総価学会は、自民党と連立を組む公明党の支持母体で、 創価学会の集票力を背景に自公の選挙協力が定着しています。その得票数は一小選挙区あたりに万票とも言われ、多くの自民党議員を支えてきました。ただ、近年は学会員の高齢化から、集票力の低下も指摘されていて、 そこに創価学会の象徴的な存在だった池田名誉会長の死がさらなる影響を与えかねないという懸念もあるのです。創価学会の本部がある品野町周辺に集まっていた学会員たちは毎月読書会があって本人間革命を買った。池田大作名誉会長は私の兄のような何でも相談したい感じ。 創価学会の結束力は自信がなくなっちゃったような感じ覚悟はしていた。後継者も作られているので、これで揺らぐということはないと思うと話します。不安の声も上がる中、国会で開かれた公明党の会合で、山口代表の口から語られたのこれからの公明党はどうなるのかといろいろな声もあるかもしれない。 名誉会長から示された立党精神。大衆と共に語り、大衆のために戦い、大衆の中に死んでいく。これを変わらぬ原点として、永遠に守り抜きたいと思うが、皆さんいかがかとの言葉でした。こうした中、政治と金をめぐる二つ目の逆風が吹いています。問題となっているのは自民党の五つの派閥の金について、 岸田総理が率いる高知会も含まれます。政治資金収支報告書にパーティー券収入合わせて4000万円分が記載されていない疑いで告発を受けています。それぞれの政治団体が責任を持って点検し、適切に対応するべきもの岸田総理。一方、思わぬところから三つ目の逆風が、東京五輪で、 招致推進本部長を務めた長谷公石川県知事が官房機密費で IOC 国際オリンピック委員会の委員およそ100人への贈答品として一冊20万円でアルバムを制作したと発言したのですその後発言を撤回しましたが事実関係をめぐり岸田政権に飛び火しかねない事態になっていますこのニュースについてコメントでは 世論調査を振り返ると、岸田内閣の支持率が大きく下がった時期は三つある。最初は安倍元首相銃撃事件に端を発して統一協会問題がクローズアップされた昨年後半だ。次に、サミット後にマイナンバー問題や長男の首相秘書官辞任が続いた今年6月8月頃、そして今だ。 防衛費の増額など増税を含む財源確保が必要なテーマを打ち出していた時期に支持率が下がっていたわけではない。NHK など各社の世論調査では防衛費増額は賛否が拮抗し、財源確保のための増税には反対多数となるものが多かったが、それが支持率には特段影響していなかった。ロシアのウクライナ侵攻などもあり、 世論が一定の理解をしていたか、納得できなくとも、不支持を決め込む理由にまではならなかったのだろう。首相周辺を取材した報道では増税イメージを覆すためにあえて減税を打ち出したという筋書きの話が多いが、もしそれが事実ならかなり不用意だった。この人がどこを向いて政治をしているかがもう分かってしまっている国民が大多数です。 もちろん国民のためになど未塵もないので自分の位置を守るべく動く。誰が喜ぶ政策かといえば官僚や自身に近い人たちとなる。そんなことばかりやっているのだから支持率は下がらないわけがない。国外情勢もありますがこの人が総理になってから何か一つでも良くなっただろうか 実質賃金も追いつかないし多くの人は生活が段階的に厳しくなっているだろう。ここまで支持率が低迷している岸田内閣は今国会中にそう辞職すべきです。もしくは解散総選挙して国民に真を問うべきです。国民生活の疲弊、経済対策への不支持、政務三役の相次ぐ不祥事等々。 総辞職すべき状況に来ていることは明白です。また、外交政策も某国の代弁者に過ぎず、危険極まりない状況です。このまま政権に居座られたら、こうした状況は悪化しても改善することは期待できないでしょう。国民にとって大変迷惑な話です。本人が決断できないのであれば、自民党内部から決断を迫るべきです。 岸田首相は2年前に所得倍増と表明、1年前に異次元の少子化対策と表明しておきながら、実際には時間が経って余裕がなくなってくると、現実が見えてきたのか小規模な政策しか出てこず。逆に医師会からの献金や記事にある三逆風に息子問題、旧統一協会の対策は見送りと、マイナスだらけです。世襲だからと、 身の丈に合わない総理になったばかりに苦労が絶えませんね。逆に明石市長だった泉房さ氏は、自分の確固たる政治信条をもって有言実行でした。批判上等で次から次へと政策を実現していきました。日本には、こういった有能な人材が大勢います。文夫相応な岸田文雄は政界から去るべきです。 この度はご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価いただけたら次の動画の励みとなりますのでぜひよろしくお願いいたします。